おはようございます。おはようございます。何年だっけ2013年、5月14日です。昨日だと13日だったね、火曜日、5月14日、火曜日。スピリチュアルテレビ聖なる言葉、ようこそいらっしゃいました。トシ&ナナミでございます。よろしくお願いします。1ヶ月ぶりですかね。先々週は申し訳ございませんでした。いろんなことがありまして。いろんなことあっちゃいけませんけどね。ぶっ飛ばしましたね。本当に寝てました。その前やったんだっけ？やりましたよ。やった？やりましたよ。なんか最近あまりやったりやらなかったりってことが多くて。テディさんがちゃんとプー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 とか電話をくれたりとかしてたんですよ。ゆうさんおはようございます。テディさんの電話が携帯のあなたのチロリロリンってなったのは私もちょっと覚えてたんですよ。ちょっと覚えてたんですけど、じゃあ起きればよかったのに。なぜだったんでしょうね。なんかこうもう、KKY さんおはようございます。小葉さんおはようございます。いやーとかって思うような感じになって。いやって思っちゃダメでしょ。いや、だって全然いいやと思っちゃったの、その時はね。はい、それで寝てしまってます。歳は今、はい、ヒゲボーボー状態でございます。なぜなのでしょうか。私たちはですね、今ね、引っ越し中でございまして、これ何回目の引っ越しでしょうかね。引っ越しっていうか、何ですか、2つの家を1つに戻してる状態ですね。正しく言うと同じ村の中にここ1年半2つ家をお借りしておりました。で、1つはね、前住んでたお家はね、ゲストハウスにしてたんですけれども、今月いっぱいで、今まで反対に住んでたお家の方をもう全部お返して、で、その もともと言ったゲストハウスの方にまた戻ることにしたんですけど、はい、その前に今月は5日に戻ってきたんですよね。5日にお家帰ってきました。九州から。もうなんかすごい遠い昔のような感じでしょ。そうね、毎日引っ越し作業してるからもうよくわかりません。九州では私たちの、友達とかね、すごく仲のいいお友達夫婦の結婚式があったんですね。ジェフリーと、ジェフとあっちゃん、前そこから出演、スピリチュアルテレビオンエアしたことがありますね。そうそうそう、宮崎の、ね、宮崎の高春。はい、はい、で、彼らの結婚式がメインにあって、で、まあ もちろんそれだけじゃなく、ちょっと何か所か九州、お仕事ライブをさせていただきながらの、ただその、お引っ越しの話はもう終わっちゃったんですか。いや、その後、今まだ前もっての話ですよ。前もって今月の話ですよ。今月センタさんおはようございます。で、ななみさん今日は綺麗ですね。だって、あ、ありがとうございます。今日限定ヒューヒュー。俺が汚いからじゃない。比較対象物が汚いとより綺麗に見えるのかもしれません。なんかよくわかんないけど、それで、で、5月に入って、あ、そうそう、で、結婚式が終わって、で、九州から戻って、5日には戻って、で、6日からなんと私は、シータヒーリングの基礎講座を岡山でやってました。初先生でしたね。そうなんですよ、初先生でしたね。初先生体験を3日間、させていただきました。6、7、8と、これ岡山なんですけどね、本当に濃い内容で、始める前っていうのはやっぱりちょっとワクワクだけど、どっかでドキドキだったんですけど、本当に素晴らしい。ちゃんと3日間で、1日実は2時間ほどとしちゃんにも、アシスタント先生を兼ねて一緒に、はい、やってもらいました。ちょっととしさんの感想をどうぞ。で、引っ越しの話は後でいいから、今はその話をしてちょうだい、早く。感想2時間。面白かったですよ、なかなか。やっぱりね、シータヒーリングすごいと思う。本当にあれはね、やってみると分からんけどね、すごいと思いますわ。久しぶりに僕なんかやっちゃったね。僕もプラクティショナーではあるんですが、いつ撮ったの俺、去年3年も、あ、3年前になります。あっという間に時が過ぎているね。3年近くなります。この間バイアナさんにもね、直接お会いして、はい、ハグハグしていただいたんですけど、うん、久しぶりに
やりましたけど、シータ状態には結構いつもなるんですけどね。そのシータヒーリングっていうちゃんとしたものを久しぶりにやったんですけど、あ、面白かったですね。またやりますか。まあたまにはね。あの違う違う、だから教室とかした時、講座する時にはトシちゃんは手伝ってくれますか。はい、よかったです。なぜか僕はシーターヒーリングの個人セッションはしたくないのでやんないんですけどね。そういうことはしますよ。ぜひ、いつするんでしたっけ、はい、北海道で住んだよね。ああそう、6月の下旬からですね、うん、2、3週間北海道にライブツアー行きます。その時に上川郡東川町だったっけかな。そうです、そうです。写真の町東川っていうところで、はい、7月の9、10、11か10、11、12だっけかな、うん、その辺で、ななみちゃんのシーターヒーリング基礎講座、鼻詰まっちゃったやりますので、北海道の方もしくはご遠方の方でも泊まりがけで写真の街で、写真の街ですからね、すっごいいいですよ ね。ぜひぜひ。あの辺温泉すっごいもういっぱいあるもんね。ああるある、うん、温泉地あります、いっぱいありますので、はい、よかったらそういうのもいかがでしょうか、はい、であとその後に、でそっからですよ、上川町温泉だっけ、あそこはいっぱいないぞ。でも近くにいっぱい、それ北見でしょ。違う違う違う、あのほら、あー分かった、分かった、あーあったあった、なんかここいいじゃんって言ってた、ラドンだなって、なんかのラドン温泉だ、ラジン温泉だっけ、うん、すっごいいいのがあったよね、うん、当時できそうなとこね、当時、あ、だからできるってあそこ宿泊できるもん、うん、そういう個人的な話みたいなことやめよう、はい、いや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 、ということでよかったら皆さんぜひ一緒にぜひ皆さん一緒にその時に、そうだ合宿しようよ。そうそう、だから北海道でもうね、夜ね寝る前に僕らサウンドヒーリングやってあげますよね、サービスでどうそういうの本当に、あ、よかったら行きませんか北海道、ね、はい、いいですよ。あと、そこからそうそう、それで6、7、8と基礎講座ありまして、で9日から引っ越しの話は、今からだから9日から引っ越しを始め、ああ今6、7、8過去の話を言いましたよね、過去の話、そう、バックトゥーザフューチャー、あれ違う、バックトゥーザ何ですか、もういいよ、まあいいや、それでファーストそれで9日から、引っ越しを始めました。プリンさんおはようございます。で9日からから始めて、なんと19日にはもう仕事があり、もう20日からまた私たちは、21日からですね、まあ、どちらにしてももういないと、いやもう、もうそんなんだらだらやりたくないので、もう16日までには終わりますよ、お願いで9、10、11、12、13、14、今6日間ずっとこうそんなだらだら引っ越ししてるわけですよ、そんなにいないでしょ。あの片付けながら物を処分しながらもらっていただきながら、でたまになんか、写真なんか見て考えふせね、なんかこう思い出にあれしてるから、思い出にふけりながら、だから時間かかっちゃうんじゃないで、ちゃんとこう感謝をしつつ物をこう、はい、ありがとうございました処分しながら、はい、もらっていただきながら、はい、で本当にありがたいのはですね、たくさんの友達仲間が、なんか駆けつけてくれたり、3人、はい、で4人、あ、うん、であとご飯を作ってくれたりですね、ですあとなんと一昨日はですね、テレビを守って もらっていただく、大きなテレビがうちにあったんですけど、ちゃんと話さないとわからないよ、それをもらってくださった方が近所 の、 陶芸家で今農家民宿やっておられる方、うん、ところにね持って行ったら、なんと夕飯食べていきなさい、わやった、でその夕飯食べながらトシさんが作ってる、作ってるか過去に作ったですね宇宙の法則という映画があるわけですよ、その DVD をね、まず一緒に見ましょうと、その話までしちゃうと長くなっちゃうよ、何でもいいですか、ちゃんとさ、ちゃんと話さないとわからないって、何でもいいですか。25年前に僕宇宙の法則という映画を作りました、井筒和幸監督で、主演が古尾山里、って話せばいいんです、詳しくはまた、俺そういうの嫌いなんだよね、
もわかる、サービス精神旺盛なのわかるけど、いやいや見てる人がわからないじゃない。それは情報はきちっとねちゃんと提供しないとね、あのよもやま話してるわけじゃないんで、それはちゃんと自覚してくださいね。じゃあ簡単に、はい、簡単に今言っただから、うん、あスリモードで簡単でいいんじゃないですか。はいはい。でその映画を見たわけです、うん、まあその映画が見たいっていうのが最初の話だったんだけどね。そうよ、うん、でなんとその時に映画を見たいって言ってたんだけど、 そこの農家民宿さんは大きいテレビが欲しかったんですよ。そうそう奥さんがね。そうでもなかなかだあのどうしようかなって言ってた時に私たちがそのテレビをいりませんかって言ったから、引き寄せたって喜んでました ね、 ねもうすごい引き寄せの法則ですよね。お酒をいただいちゃったもんですから、うん、たとえ車で3分であろうがやっぱ飲酒運転はしてはいけませんので泊まらせていただいちゃいました。でそのプレオープン中の、まあ、農家民宿よりは規模大きいから民宿です。古材を使った古民家風のもうそれはそれは素晴らしい、アウンサンボー棚田の見える民宿アウンサンボーというところに泊めていただきましたね。ね、はい。でその話をしていくとまた長くなるのでそれは後にしたらいいですか。したいんだけどこの辺まで来てるんだけどじゃあそれは後にしておいて、じゃあそれは話がもうね話を後にしておいて後にしておいて引っ越しの話はもういいんですか。いやまだ引っ越し中ですよ。じゃあ引っ越しの話を先に片付けてからの方がいいんじゃないですか。それしかも昨日まあ大勢でねわさわさ大きなものからちっちゃなものまでどんどん運んでいたさなか見知らぬ人がひょこっと現れて、ああ今度そっちの話飛ぶんですか。引っ越しの話だもん。うーんとですね引き寄せといえばね、どう言えばいいんですか。引き寄せといえば全然知らない人がひょこひょこっと来て、すいませんこの辺に鉄瓶がある家ないですかっていきなりね。で最初はあの男の人たちトシさんたち怪しいからってなんかこう知らん顔してたんですけど、なんか来たよとか私はふっと思い出したわけですね。うちには鉄瓶があるんですよ。あったね。あるんですよ。ただちょっと錆びちゃってるんで、私すごい鉄瓶とか大好きなんですけど、でもあんまりお家にないから手入れ大変なんですよ、あれやっちゃうとね。そう。で使わないと錆びる。そうそう。でふっと、どうしようかなと思ったけど、鉄製の南部鉄南部鉄のね。鉄製の土瓶です。土瓶土瓶じゃない。土瓶って土だもん。あ鉄製のなんていうの。でも土瓶って言うんだよね。違う。形が土瓶だから。鉄瓶じゃん。あ鉄瓶。鉄製の夜間みたいなものでしょ。そうそう夜間だから、うん、のあの夜間ですよ。そうでそれを持ってきて、あの鉄製の土瓶っておかしいよ。レナさんおはようございます。これてなんかほんとサビサビだけどって見たら、そうそうそう、いやあのこんなんでいいんですけどもらえますかって最初の話がなんかね、友達に鉄瓶うちにあるからあげるよって言ったらもう錆びちゃって底抜けちゃってて水漏れちゃうからこれは大変だと思って、これでちょっと親戚の家にねあると思ってね探しに来たんですよ、この近所なんですけど、そしたらなくてねって、そういうのがありそうな家ないですかねって、そんなこと聞きに普通人ん家に入ってきますかね。これはね怪しいじゃん見るからに。だけどそれが全然怪しくなかったんだね。基本的に怪しい人かも分かんないんですけど、でもあって目利きの人でもあの人絶対すっごい目利きの人だと思うんだよね。とぼけた感じで ね。でもその鉄瓶さんをで、いくらですかって言われたから、いや私のいくらって言われてももうあのどうぞお好きないられるだけ持って行ってくださいって、まあ、言ったらですね、なんかポケットからお財布から出してきたお金がですね、5000円札をですねパンとこれでいいでしょうかって、ああいいですよってありがとう、でもなんかこれで5000円いただいたらふっと私も申し訳ないよね、なんとなくあの申し訳ないというか、うん、もうちょっとあるよって思っちゃったんですね。であの裏のとこを見ますかって言うと、だいたいいくらぐらいのものなのかよく分かってないもんね僕らね。私は鉄瓶は分かってます。新品で買ったらいくらぐらいですか。私は今だったら3万4万平気でします。南部鉄のやつってあんなサビサビで、あんな古いやつを5000円で買ってくれたらそりゃええわね。あの磨けばもちろんまた多分、でも多分そういう人たち磨いてまた売らすんですけど、ゆうさん怪しいよね。怪しいですよ。
でそしてですね、その後ちょっと裏の方に行ってちょっと木だるとかですね、ちょっとあとガラスのね、まあでもあの辺もですね拾ったたるやしな、拾ったたるなんですけどね。ただまあおかげさまでその3つを持って、で実はですね、なんかこうでっかいあれ瓶、何の瓶だろうあれね、昔のなんかあるじゃないですか、はい、あれは熊本の骨董品屋さんみたいなところ通りかかった時に店先にあったから、ななみが「欲しい!」とかっつって買ったんだよね。たぬきの、たぬき、たぬきの夫婦のとこでしょ。ああ、なんかその後、実はそこでではですね、おかしいんだよそこでですわね、値切ったの僕がね僕がすごい値切ってで負けてくれたはずなのに、ななみが負けてくれる前の代金置いてきちゃったんだよね。なんかね、変だったの。後で気づいてあれちょっと待てよって違うの、もう一つなんか違うもの買ったのよ。でなんか足したら、そのおばあちゃんが言った金額が、あとで出したお釣りとなんか考えてみると、あれなんか分かんないけど、だからおかしいんだよ。なんかね、何千円か余分に払ってきちゃったから、何千円ぐらいだよ。千円か、うん、そんなまでちょっとおかしいよってで引き返したらないんです。そのお店がなくなってんのね。探せなかったよね、あの時ね。すっごいね、あのおばあちゃんたちはね、タヌキのおばあちゃんたちだとかって言ってたんですけどね、うん、まあそんなことがあって、うん、まあそこで買った大きな瓶、何ですかあれ、何の瓶、すっごい素敵な瓶だったんですけど、色の、色がついたね、まあ、お家に置いてて、もう本当に今回邪魔なだけ。いや、あの前は良かったんですけど、ゲストハウスに、ゲストハウスにしてるときは良かったですよ、飾りで。あれが飾りになるの。あなた何言ってるの、あなた何言ってるの。あの方もだから喜んで持ってかれたでしょう、居酒屋さんこれからするときにオブジェいるんですとかって、あれほら、まあ、いいけどよくやられてるの、みんなあん中にコインとか貯めたりするんですよね。貯金箱代わりに。でもガラスの瓶にコインポンポン入れてたら割れるで。昔の人たちはそんなことしてたのに。まあそんな風なことごろで。あれに保ったら多分持ち上がらんくらいでかいよ。まあいいや。今引っ越し中で。それで臨時収入が入りましたね。引っ越ししながらびっくりした。あと本当に皆さんね、本当に手伝ってくださって、で来られた方々が、いろんなもの持ってね、もらってくださったり、あこれ欲しかったからとかって言ってくれたり。まだまだありますよ。うん、来てください。来てください。すごいそういう意味でありがたいなと思いますね。はい、で引っ越し今、はい、6日目で、で今朝は。10分ほど前まで私もまだ実は寝てましたが、これ帽子取っちゃうとなんていうの、皇帝ペンギンみたいな髪型になってますよ僕はちゃんと起きたからね、皇帝ペンギンみたいな髪型なんですけど、うん、この帽子をちゃんと、まだ引っ越し場所に持っていてなくここにあったのでよかったですみたいな感じですね。なんかね、はい、ここ 4,5 日前からすっごい目かゆくて鼻詰まってさ、もう杉でもヒノキでもなかろうに、なんだっけ、なんとかっていうススキに似たさ、なんか草のさ、花粉らしいけど、きついね、鼻詰まって詰まってしょうがない、鼻詰まってます。はい、で怖い映画の話にしたいんでしょあなた。でもそっち行くの、カード行かなくていいのまだ。あ、そっか、前半のカードをカードいきますか。カードいきますよ。何人ね、今日はですね時間があるので3人さんです。3人だって、はい、3名様、まず前半カード、この、はい、あ観音力カード、今日のカード、観音力、はい、僕も大好き。3名様名乗りを上げてくださいませ。先着3名様です。内容でしたらもうお話しに行きます。大丈夫ですか。慌てなさんだ。ほら、みよみよさん。はい、みよみよさん。KKY さん。もうお一方。プリンさん。はい、締め切り。みよみよさん、KKY さん、プリンさん。はい。では、まず、後半やりますか。なぜかというと、ちょっとこれ見えないんですよね。暗いよね。電気つけるわ。はい、お願いします。これで、はい。はい、明るくなりました。はい。自分の、今日で、あ、すいません、これ。何が忘れがってたやり方、段取りを忘れたの段取り忘れてました、はいはい、この33番これです。え、何段取りこれです。ぐちゃぐちゃにしちゃう。33番それです。これで分かってるって。これ何番、ね、これいらないです。33番で一番下じゃないの。はい、そうです。みよみよさんのカードです、はい、季節柄富士飛天、
不治秘典、自分の意思を貫くときです。あえて相手に自分の意思は言わずに心に留めておきましょう。応援者がいないとか自分の意思を貫くことに関して邪魔されることがあるかもしれません。でも決して思っていることが間違っていないので不安にならなくても大丈夫。理解者が少なくても気にしないでください。今はその心を守りながら静かに前進する時です。でこれで良かったという結果が自分に返ってくるから頑張りましょう。不治秘典でした。はい、頑張りましょう。次は KKY さんです。 KKY さんです。13番。ちょっと待てよ。はい、あ、レイナさんと、いいんですよ、経験はしょ。レイナさんとジュンさんは後半で。レイナさん、ジュンさん、ユウスケさん、はい、ユウさんは後半で。はい。はい、その後3名の方は後半でさせていただきます。はい、経験はさんは、花園のです。不安になったり、自分を見失ったりしやすい時ですが、あなたはあなたでいることです。落ち着いて自分の目で見えるもの、感じることなど五感を大事にしましょう。人から言われた言葉に影響されたり噂話が気になりますが、周りのことを気にするよりも自分の心を育てて自分を取り戻しましょう。心を穏やかに保っていい花を咲かせるためにまずはいい土作りから始めましょう。花園でした。はい、ではプリンさんのメッセージカードです。その5番カードこっちちょうだいでしょ、うん、よいしょ。はい、こっちこうだな、こうか。はい、はい、我が真実を見極める目を育てる時です。表面とは裏腹に反対の現象が起きやすいので、目先の喜びごとに惑わされずに真実を見つけることが大切です。自分にとっての大事なことが分かっていないと、周りの影響を受けて流されて大事なものを失ってしまう可能性があります。ぶれない自分をしっかり持って、あなたにとっての真実は平凡な確実な生活の中にこそあります。我願でした。はい、では前半の3名様。はい、入れます。それ8番です。前半の3名様のカードが終わりました。また後半で、先ほどの名前で挙げた方々のは、選ばせていただこうと思います。で、さっきから何を私たちが北総縁でいたかと言いますと、北総縁じゃない、なんて言うのあれの北総縁でるんでしょもったいぶっていたのはですね、その、もったいぶったの?3 日前に泊まった、夜ですね。3日前に農家民宿さんじゃない、なんていうのあそこの場所、古民家民宿さんですね、そこのところで、泊まった時に、その宇宙の映画、宇宙の法則という映画を見た後にですね、その時に届いた、その時届いたの、そうそう、届いたばっかりだったのよ、うん、今日届いた DVD があるのよ。あれは別にそんな新しい DVD じゃないんでしょ、あれは違う、ただたまたまその日に届いたのよ。そうそうそう、彼女たちのお家に、彼らのお家にね、その映画を見ましょうと。 The Falls Kind、 すっごい UFO の DVD なんだけど、 Falls Kind、 すっごい怖いらしいのよって、怖いらしいからみんなで見ましょうって、怖いからみんなで見ましょうっていうのがまたすごいよね。一人で見るの嫌だった、だから怖いからみんなで見ましょうって普通じゃん。一人で怖いから見られないからみんなで見ましょうっていうことでしょ。私は怖いの見るのって実はあんまり得意じゃないって後で気づいた。で、見なきゃよかったじゃん。でもやっぱりみんなでっていう言葉に反応するので、あ、そうか、みんなでだから見るのかと思って、ね、だからね、大きなテレビ、あれ50インチぐらいあるのかな、 それに、5.1 チャンネルのサラウンドシステムもつけてお持ちしたんですね、うちにあったやつを。それでそのセッティングをしてる時に 5.1 チャンネルのサラウンドの DVD じゃないとセッティングできないからって言って、僕が作った宇宙の法則は普通のノーマルな、あの、なんていうのかな、音声のあれだったんで、その
怖くてもいいからそれでって言って音声だけ聞いてるだけで7秒最初最初そうセッティングしてる時にそれを最初かけてたんですよ。で画像は見えないんだけど声だけ聞いててちょっと頼むからやめてとかっていうで怖いとかその時はやもちろんねあのセッティングの時だったからなんです。その後にちゃんと宇宙の法則を見てでも終わったらまだ多分もう一本見ましょうよってことになったわけですよ。さあ それがですね The Fourth Kind っていう映画ご存知ですかね。もうね第4種接近遭遇それは宇宙人からの拉致というね意味らしいんですけどね。 で第4種はね第3種は単なる会うだけなんですけど拉致されるのが第4種とあのですね本当にね怖いんですよ。内容はですね実話に基づくとい うねそういう話でしょ。そうで実際、まあ、ある、まあ、精神科のジョイスさんなのかなが主役なんですけどアラスカのなんとかっていう町にいてねそれで実際にその人が、まあ、催眠療法をやったりするんですけれどもその時の映像だったりあのパトカーからの映像だったりそういった実際の映像が時折入るんですよ両方出てたりとかねこっちは映画としての作った女優さんがやってる映画の画面とそう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 でこっち側にはその実話の画面が出るわけなんですもうでそのだって出たり、まあ、もちろん一枚になったりですね、そういうの実際のやっぱり映像がですねすごいよすっごい怖いんですよもう本当にねあまり内容嫌で言わずにそうですこれは見たい見たらええですわみんな でその後何が起こるその結局見た後ですね、はい終わりましたで12時ぐらいになったんですけどじゃあもうみんなあ怖かったとか言いながらですね、それ見た、まあ、本当にみんなあちらもお一人息子さんもいらっしゃるんですけどで私たちはお部屋に泊まらせていただくのに2階のお部屋で、客室ねはい客室の方でね妖魔で新しいところでの妖魔に、まあただ田舎の本当に私たちが住んでるところのところなので本当に静かなんですよで電気を消しますと真っ暗になるわけですねでトシちゃんはですね全然怖くなかったあっという間に寝てるわけですよスースーとねそうそうで私はね、まあ、寝ながらですねあここ新しいなとかって言いながら真っ暗になった瞬間にしばらく経ったらなんか寝れないんですね まだ言わないでお願いだからこれちょっと途中言ったらダメよ私も言ってないまだ全然違うからそれ違うから何も言ってないいい絶対決めのところも言わないでよ、はいはいはい、本当にはいはい、分かったよ分かった黙っときますよどうせ鼻詰まってますそうですもう本当にその出たの怖いんですよ怖さ出たのもう本当にじゃあ本当にねじゃあ分かんないですもういろんな方で自分でねずっとねあなんか分かんないけどこれさっきの映画だわとか思ってで何が怖かったんだろうって自分でこう一生懸命そこを見ながらでそういう意味ではこう私、まあ、シータやってますので自分でシータするわけですよ何が自分の中に怖いものがあったかとかでそのことをずっと出していろんな多分ねいろんな恐怖が出てきてでもすごい不思議なんですよであの本当そういう時ってね体のいろんなところがギュッとなったりそこまで出てきだしてそこをずっと自分で本当に癒しながらなんかもうちょっと本当にあ、ユウさん知ってるねそうミラ・ジョンボビッチそうなんですよ怖かったでしょうですから本当に本当に怖かったんですよであレナさんごめんなさいねはいでもねなんかこういろんなことを考えながらでその中ででもなんとなくで言うのがね私ちょっとその時もちろんお酒もいただいたしその日も朝からずっと掃除とかねそんなことをしていて体も疲れてるから寝たいわけですよ寝たいのに疲れてるのに寝れないもうなんかだんだんいろんなことを妄想違うとかもう本当にそこでいろいろでなんじゃかんじゃ多分2時間ぐらいやっと寝れそうになったわけですで。あなんかこうなんとなくあ落ち着いてきたあもう全然大丈夫もう恐怖も去っていったあ寝れると思った瞬間にはいさっきの声うわーうわーどうし
僕は聞いてないからねそれね。でもまあそんな声がするので私で遠くの方で、はあやばいって本当に思って、もう本当にその瞬間トシさんを本当に起こそうかなって、これ来たかもって、僕は全然知らず思ったわけですよ。これいい気持ちで撮りましたね。でふっとねその時の私冷静になってふっと思い出したら、あここにはそう犬がいっぱいいる、柴犬が6匹以上いますからね、あそこはね犬の鳴き声だということに、ね、気づきまして、その民宿のねご主人もで、まあ、最後まで言わせて、そうでその聞いた瞬間にあ犬だって思った瞬間に笑って、その後瞬間に寝てました、はいはい、もうホッとして、全然よかったよかった。で朝起きてみんなそれでねそのまあその第4週接近遭遇の映画を見てる最中に、その民宿のご主人ね、あのモンドさんって言うんですけど、陶芸家で、モンドさんが、いやこれなんで夜ばっかり出るんだね、夜行性なんだこの宇宙人って、って言うからもしかしたらニンニクが怖いかもしれませんよって僕が言ったの。ドラキュラみたいな、ドラキュラももしかしたら宇宙人だったかもしれませんねとかって言ったら、ああそうかなとかって。で翌日の朝ね、またさそのことがすっごい怖かったらしいのが、その数日前になんかニンニクの芽を1000本植えたのが一夜にして全部溶けてなくなってたんだってっていうのがあって、モンドさんとしては、え宇宙人の仕業かなってその時一瞬思ったらしくて、それがすっごい怖かったんだって。でそのモンドさんのねパートナーの方がね、奥様がですからね、もともと某ところのスチュワーデスの方だったもんですからもうご自身の お友達からとにかく UFO の話っていうのは当たり前のようにたくさん知ってる人で、そうそう、ジャルのパイロットがまあまあそうですね、もう本当にアラスカ上空で、はいはい、母船を見たとかね、まあ、もうそんなのはで彼女自身ももちろん見てますし、で彼女の言葉を見ながら、ああ宇宙人っていい人ばっかりだと思ってたのに、こんな怖い人たちもいるのとかって途中で言ってたり、そうそうそう、だからまあそれは怖い人もいるでしょうねとかって言いながら、地球人だって怖い人いるもんって言ったらそうだよね。でもそんなこと言いながら私は全然平気と思いながら寝る時に急にその何かがゴーンってきて、それぐらいの子は、いや、違うですよ。映像が、結局ちゃんとやっぱりその状態で、何かにある部分表意されてる人の生の映像が出てるわけなんですよ。で、そのことでの、なんて言うんだろう、それを、いわゆるセッションしている、その精神科医の方が、どんな状態になっているかっていう映像が出るか、それが、すごいからね、とにかく ね、一回見たらいいですよ。あれはね、そういう意味で怖い、怖かったんですよ。見なきゃ分かんないよな。そういう意味がですね。だけど別に。で、うん、私はそこで自分の怖いっていうものが一体どういうものが怖いっていうのをよく見れたんですよ。トシさんはそこに対する怖さはないっていうことが分かったのね。そうそう。トシさんだっての恐怖っていうのは。昨日、ね、昨日そのまたその民宿にねちょっとソファーをまたもらっていただいたんで持って行った時にまたその話になったんだけど、それで結局どうしてでみんなその後なんかそこの家族は、うん、3人家族ね1人ずつ寝れなくなって怖くて3人一緒に寝てるらしい。で3人一緒に寝てたって話でいくと、うん、関係ないからね。ね、連れ去られるのはだから内容のそこのものじゃない何かでどうして僕は怖くないのかなっていう話になって、あ分かった俺は連れ去っていく宇宙人側かもしれないっていう話になってそっか俺は悪いやつか人ってさ本当に怖い恐怖の部分はそれ違いますよ、もうみんな違うっていうのが好き嫌いと一緒一緒、うん、そんなあってでどこの部分の何に対して怖いのかとか何に対して憤るかとかそう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 ね、怒りのもとにしてもみんなそれぞれ違うからね。いやーねそういう意味ではね、日々がですね、非常に楽しい。だからさっきから言ってんじゃん、はい、ザ・フォース・カインド第4種接近遭遇っていう題名ですよね。なかなかこう見て見て、まあ、おかげさまで私もそ寝れなくなっても知らないよ恐怖っていうのがね、あとね、だいたいそれ寝れなくなっちゃった人たちがいるっていうことから始まった精神科医さんの
活動なんだよそれ。それもあるので、寝れなくなるんで非常にね、そういう意味ではで催眠をかけたら、っていうことが分かっていって、姉妹やその精神科医さんも、ってことになるんですよ。いろんな捉え方があって、本当にね、すごい、いろいろ面白いですね。そういうことが周りで起きていて、自分の部下も目撃しているって証言しているのに、そこの警察官のチーフみたいな人が、あくまでも信じないんだよ。あれ、なんか洗脳されてるね、あの警察官は。当局に。まあ、本当にね、まあ、多分いろいろ裏はなんかいろいろ想像できる。あと、ね、どこの部分を多分みんな見る人がどこの部分をっていう意味では、あの部分、あの映画は結構それなりに怖いし面白いし。で、その精神科医さんの娘がある日宇宙人に拉致されていなくなっちゃうんだけど、それがまたね、そうじゃないって思ってる人たちに責められちゃうんだよね。面白い映画でしたよ、ね、小林さん、ぜひ新たな事故の発見できるかもよ。怖くなかったらそっち側かも。僕と一緒。そんなこんなの、引っ越しの毎日でございまして。で、そうそうそう、そのね、シュメール、まあ、そこもまだ話するの。まあ、そこもういいや、もうちょっともうそれおしまいしましょう。あの、また見てください、はい、で、ちょっと今怖いですね、怖いですよ。で、今ちょっと思い出しました、いろんな今、またいろんな、もちろん探偵で4種設計分かったから。また今度ちょっと違うお友達の話になるんですけど、私は実際もう分かったから、第1種くらいしかまだ経験したことないですけどね。九州に行った時にですね、九州の話に戻ります。いいですか。いつの九州。今回です。あ、長崎にね、ジェフ&アッチャーの結婚披露宴、蕎麦屋でやったけど蕎麦出なかったよっていうこと。いや違います、その翌日長崎に行った時、今長崎にねって言いました、はい、長崎に行きましたけど、で結局長崎、朝長崎に入ったわけですね。で、はい、なんとその夜昼でしたけど、ね、昼でしたね。で、そのある、その日は2回長崎で演奏させていただいて、はい、もうその夜中にはまた移動して長崎を立ち去ったんですけども、はい、なんと強行軍でした、はい。その長崎で、はい、私たちはまた友達に、はい、長崎ではない、たまたま漂流、漂流じゃないですか。漂流、ああ、に、どう言えばいいですかね。足船作ってる石川仁さんってご存知？ね、まあ、たまたま長崎港に、今ヨットで日本ずっとぐるっと回るっていうのを、これだいぶ前からやってるよね。まあまあもう、だって前はだから下田であったし。去年でしょ、あれ。そうよ。どんだけかけたの？前下、だからちょうど、とと回るや。ちょうど出発する頃に、下田にいる頃に私たちも下田にいたから、出会った、出会ってる、まあ、もちろん出発したのは彼は千葉だからね。うん、でもまあまあそうだよね。何だったんだっけ、下田で停泊してたんだよ。あ、そうか。彼は港に寄りながら、なんか陸路でどっか行って講演したり足舟作ったりしてやってるから時間かかっちゃうんだよね。そう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 。で、ジン君とは私はもう何年来の友達で、ね、はい、で、まあ、トシさんとね一緒になってからもなんかいろんなところで偶然やっぱり会うわけですよ。偶然。そうそうそう。で、今回も長崎で本当に、打ち上げの時ね、そうそう、打ち上げしてたら、そう、トシさんがなんかこうメールが入って、そうそう、なんかジン君がただいま長崎に到着、どこで打ち上げやってんの、うん、今から行くよ、うん、は？いるの、いや、え、どういうこと。そういや、なんか長崎港にヨット停泊してるって前、うん、Facebook で書いてたよな、あー、じゃあいるんだとか思って、で、到着ってどういうこととかって、どこへとか、で、どっから来るのとかって思ってたら、20分で行くからって、20分って言ってたもん。うん、20分って何、ね、歩いてきた。で、まあ、それから15分ほど談話をして、私たちはでも彼は
だってもうお店閉まってたじゃん。で、どうするのよって、いや私たちも今日これから帰んなきゃいけないのよって言ったら、ね、とかって言いながら、じゃあまたねとかって言って、で衝撃的な発表があったんだよね。僕ら結婚しますとかって、まあいいんだけど、結婚相手もね、まあまあ、ね、連れてきて、そうそうそう、なんだかね。で結局僕らが長崎で、うん、その前回長崎でライブやった会場の人と、うん、そのジン君はつながってたの、仲良しさんだ。だからいろいろ僕らのことをまた聞いてたらしくて、情報を、まあ、Facebook やってるとね、大概わかるからね、今どこにいるかとか。 GPS みたいなもんだね。え、それで、なんで？いや、GPS 機能もついてますよ、それ。何が？何が言いたかったかって、監視カメラみたいだねっていうのは。あ、そう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 、監視カメラみたいだね。何が言いたかったかな。すっごいな、この鼻詰まり。これ、19日大丈夫かな、俺。鼻詰まってます。って言いながらやるかな。はい。でこれから私たちのちょっとこれからのスケジュールを。それでジンクの話はもういいの？ジンク、なんで話そうと思ったんだっけ？ということで、分からない。なんかいろいろ楽しいことがありましたって言いたかったのかもしれないですね。まあ、そんな毎日どこ行ったって一緒なんだけどね。いろんなこと起きてるからさ。そうですね。はい、いろんなこと起きてますので、はい。はい、でこれからの予定はと言いますと、本当にこれからの予定をここで皆さんに発表してどうするの？あ、ライブに来てもらって、イベントね。え、いいんですよね、それで。ね、ちょっともう頭ぐるんぐるん。え、岡山近辺の人って見てる？誰か。19日、今月、え、今度の日曜日、竹中直人さんが岡山県の津山市、そうです、美笹がカルチャーカレッジっていう、あの、まあ、市民大学講座みたいなのをやってらっしゃる方がおられましてですね、そこになんとゲストで、トークライブをしにトークショーだ来てくださいます。でその時僕らがオープニングアクトやって、で僕と竹中直人さんが対談形式でトークショーします。何分ぐらいするの？1時間半だよ。いや、長いこと話すよ。ぜひ。鼻詰まってんだけど大丈夫かね。ライブは鼻通るけど、喋る時詰まる時ってしたら肌詰まってます。で、よかったら皆さん岡山まで。あ、そうそう、だからあの別に近辺じゃなくても、その何を言いたかったのかと思い出した。宿泊がてら来てください。宿泊がだからそのアウン散歩ですよ、大人でのね。一泊1万2千円 で、すっごい素敵。竹中直人さん、そう、はい、その直人さん、 あ、今ほら、さん、あの別の俳優さんもいらっしゃるの。竹中直人さん、きっとこの字の竹中直人さん。わかりません。本当わかりません、ね、僕にとって竹中直人さんはその直角の直の直人さんしかいないよ。で、そうそう、棚田の笑いながら怒ってやる。なんだ明るくなろう、踊ってるこらっていう人。棚田のお宿に泊まってというのもいいと思いますので。そう、僕ね、うん、友達なんですよ、うん、あ、チャーじゃないよ。そうそう、チャーが竹中直人さんだ。そういや、あ、本当だ、すごいですね。でもチャーのこと竹中直人って言ってる人いないじゃん。そういえばそうだ、その通りですね。チャーさんもすごい好きですけどね。チャーモデルのギター持ってたけどね、まあ、いいチャーさんも素敵ですけどね。まあ、チャーもういいからさ。で そちらで21日から私たちはまた出発して、まあ、22日には愛知県春日井市の十字の漢方、はい、十字の漢方という、うん、そうですっていう漢方薬の あのお薬屋さんであり、はい、なんか治療院ですけど、すごく彼もまだお若い方ですよ、若い先生で、はい、そこでランチ付きでですね、うん、僕らのライブと、うん、中の公演と、うん、で最終的には孝太郎くんもライブやるみたいなね。納豆の歌歌うのかな、ちょっと参加しちゃおうかな。セッションしちゃおう、楽しいな。でそれをやった後、素敵なアーティストです、コウタラ君、はい、24日には、はい、横浜市鶴見区の鶴見駅の近くのホテルに入ります、はい、なので、はい、そこに3時にはチェックインしようと思ってますから、はい、それ以降、ななみちゃんのシーターヒーリングご希望の方だったりおられましたら、横浜市鶴見区で、はいはい、鶴見駅の近くのホテルで受けていただけますね、はい、そしてなんと25日には、はい、
東京での渋谷でやってるマンスリーライブ第5回目もう5回目あ、そうだね、5月だもん。ウルトラマンレオだった M 78星雲から来ていた77星雲です、はい、ウルトラマンレオだった。ウルトラマンレオは77星雲から来たんですよ。真夏龍さんが3月にも朗読をね、あの突然ゲストでやってくださったんですけども、ことのほか気持ち良いらしくですね、また来てくれるんです。あ、そうなの。あ、下北に住んでたからね。僕なおさん友達なんですよ。ありがとうございますね。何回も、もう25年来の友達で、はいはい、下北っていうか東北沢に住んでた頃、僕よく遊びに行ってましたけどね。じゃあもしかしたらゆうすけさんって呼ばれてるか。下北沢の飲み屋でってね、すごい。で、なんだったっけ、25日の話。そうですね。真夏龍さんが、前回は1話だけかぐや姫をやってくれたんだけど、ちょっと今度2つやるって。なんか龍の話をするという話ですね。あと、へこき。やない。はい、ということで、25日。その後は、どうするんですか。ね、しばらく東京にいますよ。なので、はい、シーターヒーリングだったり、僕らのサウンドセラピーだったり、受けていただけますから、今月いっぱいいます。それで6月の 1,2 は今のところ茨城に行く予定です。茨城です。その後帰ります。帰りません。その後6月はそのまま、大阪行くんじゃないですか。山名湖寄って名古屋に、で僕は名古屋にしばらくいるんですけど、あなたは6日から大阪に。大阪に入ります。89が大阪です。穴口恵子さんのお店、レインボーエンジェルだっけ？はい、レインボーエンジェル。大阪の、うん。レインボーエンジェルで。で8日が奈々美ちゃんの個人セッションの日で撮ってます。はい、で6月9日は、サウンドセラピーグループセッション15人限定。という感じです。はい。はい、でその後岡山に帰ってきます。はい。で7月6月末からずっと言うの言わなくていいよ、簡単で6月末からは、北海道に行きますね、って感じなんですよ。すごい端折ったね。6月もまたマンスリーライブやるんだよ。あ、そっかそっか。23日東京また来て、その前に6月の16日だったかな、はい、何も見ないで行ってるね、うん、偉いな。偉いね。福山でライブがありますよ。あ、そこそこ福山がありますね。はい、はい、そんな感じの今月でございます。あと名古屋でもやりますよ。はい、6月忙しいね。6月は16日が福山で、19日に、はい、一宮です。愛知県の一宮市のアンジェロさんという天使のお店、うん、アンジェロで、2時からライブをして、うん、でその後東京へ行きまして、うん、で東京で23日に満月なんですけど、また今月も満月、ライブあります。その時のゲストはなんとはるか。すごいよね。ということでいろんな方がたくさんいらっしゃるということで、言わないもん。だって先だもん、まだ5月の話でみんな。でももうそこまで行ったじゃん。もう言わないわね。北海道ライブツアーの話までするから。さっきのカードにもあった。全部言わない。あまりカードの内容聞いてないでしょ。言わないって違う。もういいやん。勝手なんだから。はい。はい。まあいいっすけどね。言ったってどうせみんな覚えてないよ。ホームページをご覧ください。あ、最近ホームページにあんまり書いてないね。まあ、またアップしておきます。今日はココさん、おはようございます。今日はですね、本当に今日も天気が良くって、これからまた私たちは引っ越しの準備を。また歯医者さんでしょ。そうだよ、私は歯医者さんに行きますけどね、うん、はい、ということで後半ん？カードやるじゃん。あ、もうこうカードいきますか。あ、本当だ、もうこんな時間になってますね。では先ほどの、後半はもう、はい、募集しません。はい、と言いますのは前半の時に、お申し込みじゃないですけどね、レイナさんとジュンさんとユウスケさんとユウさん、はい、
でも後から来た人もいるから、あと2人ぐらいできるんじゃない？はい、わかりました。あと2人、じゃあ先に、ね、レイナさん、ジュンさん、ユウスケさん、ユウさん、あ、はい、チョコリンコさん、あと1人。ではレイナさんのカード、もう1人、もう1人、え、チョコリンコさんできるよ、もう1人。えー、って、え、よくわかんない。抜いちゃったらあかんじゃん、またちゃんと、そこを開けたままで渡して。レイナさんのカードです。波紋。今あなたがしようとしていることは本当に相手のためですか？ピントが外れていないかを確かめてみましょう。つい勢いに任せて行動しやすい時ですが、あえて従順に素直に物事を捉えましょう。周りの状況を静かに観察したり、人への思いやりの心も大切です。冷静な判断力があなたを後悔という悲しみから守ってくれます。あなたには物事を見極める力が備わっています。レイナさんのカードでした。はい、ココさんまでで、次の方はジュンさん。ジュンさんですね。4番。今日のジュンさんのメッセージカードは千手観音。答えは見つかります。積極的に自分で問題解決の行動をとる時です。自分の中での満足度が低いので、いろいろと不安や迷いとなる状況や規制が起きやすいのです。縛りがあると感じているかもしれませんが、それは障害ではありません。自分の意思を強く持ち、慎重に行動しなさいというメッセージと受け取って、焦らず心配せずに自分の心を信じて行動してみませんか。千手観音のカードでした。ゆうすけさん、ゆうすけさんのカード中。ゆうすけさんは今日は I remember you。 順調な時ほど慎重に行動しましょう。初心を忘れずに自分のことを客観視しながら進む冷静さが今は必要かもしれません。初心を忘れると原点に戻る可能性があります。だからこそ謙虚な気持ちが今のチャンスを生かすために必要です。不都合なことが起きた時には初心に戻ってやり直しましょう。私を忘れないで、私はあなたの胸に咲く一輪の花。 I remember you でした。ゆうさん、はい、22番。今日のユウさんへのメッセージカードは水の神殿。人からの誤解や気持ちの行き違いに苦しんではいませんか。空回りを何回か経験しているため、狭い範囲での一時的な限界かもしれません。自分だけで解決しようと思わずに、時には人の助けを求めることも必要かもしれませんね。表立って動くよりもちょっとした根回しが効果的。人の力を借りることでステップアップできます。人を認めるという学びの時でもあるかもしれません。その学びをもってこの限界を乗り越えて成長していきましょう。ピンチにはピンチと叫べる勇気を持って、受け取り上手になりませんか。水の神殿でした。チョコリンコさん、チョコリンコさん、24。チョコリンコさんの今日のメッセージカードは鼻歌。さっき出たんだよ。ゴールの場所を確認しないで全力で走ろうとしていませんか。まずは止まって確認しましょう。今の状況で大事なことを決めてしまうと、長い期間後悔する決断をしてしまうかもしれません。そよぐ風は心地よく誰にも喜ばれる、そんな風を選んでいきませんか。心を落ち着かせて、いい時にいい風を選んで、風の菩薩様はいつもあなたを見守っています。鼻歌でした。ココさん、はい、本日のラスト、ココさん、25。ココさんの今日のメッセージカードです。花咲く。
周囲との不協和音に気づいてはいませんか？つい心を閉ざしやすい時かもしれません。相手がいてこそ自分の存在が生きるということを生活や仕事に生かして意識して実践していきませんか？本来の素直な自分に戻るために相手に対してまずはありがとう、ごめんなさいの言葉を伝えることを続けてみましょう。命をつなぐ役割として満開に咲く花のようにあなたもあなたの良いところを存分に発揮しましょう。花咲くでした。はい、では今日の、皆さんっていうかね、トシちゃんを含め皆さんへのカードで終わりにしましょう。ピャッ。終わらなくてもいいと思うけど。まだ大丈夫。カードのコーナーは終わりってことですかね。音の2番。17番。あ、カノンちゃんが出ました。今日カノンちゃんいないね。ん？今日はカノンちゃん初めてですね。はい、カノンです。その意味じゃなくて、はい、カノンちゃんの他の。どうぞどうぞ。自分の中にいろいろな学びや経験を蓄えています。今から新しいものを求めたり学ぶというよりも、自分の中で育ててきたものをさらに大切に育てていきましょう。今までの経験や体験を生かして、人の幸せを願ってお手伝いができる時です。そして今をうまく生かすためにも、次のステージの目標を持って、あなたの真剣さがより物事を順調に運びます。人の幸せを願うときに、自らの幸せが止めどなく溢れ出します。まっすぐに天に向かって伸びてきた蓮の花、その花の台座に腰をかけて、かのんちゃんが喜びの金粉をまき散らして、人の世に幸せを分け与えています。まさに今のあなたそのものなのでしょう。根を張り、芽を出し、葉を広げ、雨風に耐え、天に向かってまっすぐに茎を伸ばして花を咲かせてきたあなた、よくやってこられました。もう今からは何かを学ぼうとか吸収しようという時ではなく、これまでに時間をかけて学び、習得してきたことや自然に身についたこと、その経験すべてを世の中に、そしてすぐ周りの人々に還元していく時になりました。どうぞ心穏やかに、今のあなたができることで人々の幸せのお手伝いに励みましょう。人の幸せを願うことが何よりも自分自身を幸せにすることをあなたは身をもって知っているはず。その輪を今後もどんどん広げて、そして人のためにできることを精一杯やり続けていくことが新たなあなたの道となり、さらなる喜びの扉の前へとあなたを運んでくれることでしょう。自分自身を惜しみなく人々の幸せのために分け与えれるあなたには、間違いなくさらに大きな黄金の扉が待っています。次の扉が来た時に、どんなあなたになっていたいか、扉の向こうはどんな世界が広がっているといいか、さらになりたいイメージを胸に抱きながら、今この時に集中して進んでいきましょう。その調子、頑張ってください。カノンのカードでした。ココちゃんが映像がカットされちゃって分からなかった、はい、ああ、そうだったんですか。はい。じゃあ、25番のカードをね、今出しますね。花咲く。これですよ、はい。天女さんがね、待ってますね。天女が待ってるカードでした。いや、メッセージ言ってあげてください。映像だけじゃなくて、声も聞こえなかったことなんですか。そういうことです。はいはい、ちょっと待ってくださいね。映像がって書いてる。その前にカードのメッセージが分かりませんでしたって書いてあります。花咲く。周囲との不協和音に気づいていませんか？つい心を閉ざしやすい時です。相手がいてこそ自分の存在が生きるということを生活や仕事に生かして意識して実践していきましょう。本来の素直な自分に戻るために相手に対してまずはありがとう、ごめんなさいの言葉を伝えることを続けてみましょう。命をつなぐ役割として満開に咲く花のようにあなたもあなたの良いところを存分に発揮しましょう。
花咲くのカードでした。はい、よろしくお願いします。はい、今日のカードのコーナーは終わりました。いかがだったでしょうか。そう、プリンさん、はい、後で録画見てください。席離れちゃってた。前半でしたからね、プリンさん。ああ、そうか、うんうんうん、はい、あとですね、もちろんこのメッセージカードは私は、全国どこへ行くときにも持ってますし、あと多分いろんなところでもね、いろんな方がね持っておられたりですとかね、草場さんの今いろんなところで映画があったりとか、なんかいろいろあるみたいですよね。なんか映画の展示会もされてますしね、どっかでね、機会があったら、カードを見てみてください。あ、で最近私もう一つカードを使ってるのが、エレマリアさんっていうお友達がいるんですけど、のエレマリアさんのガイアっていうねカード、ちっちゃいこれカードなんですけどね、今ちょっとバッグの向こうのやつあるんでなんですけど、そのカードもすごい楽しいですね。1枚ずつあげちゃってるよね、あった人。うん、名刺代わりにお渡ししてますね、うん、すごくすっげえ喜んでたよね、うん、あの後ろに名前書いて電話番号書いてお渡ししてます。エレマリアさんともなんかコラボレーションしましょうとかっていう話になってて、そのうちやるでしょ。もうずいぶん前に名古屋でやったことあるんだよね、うん、まあそんな感じでいろいろやっていきますので、またどこかでお会いしましょう。これから私たちは引っ越しります。上のコーナーで買えます。おお、そうなんですね。ガイアのカード買えるそうですよ。上のコーナーって上のコーナーがあるんですよ。このページの上、このページのなんか上にあるんですよ。ちょっとそういうところでトシ&ナナミの CD も売って違うかあ、ここだここだ、ほら、あ、そういうのがあるんだ、番組でのか。へー、あ、それをだからゆっこさんが言ってくれてたんだね。テディさんに言ってもらったらとかって言って、うん、そうそうそう言ってたテディさんよろしく、うん、よろしくお願いしますいろんな皆さんがアドバイスとかいいアイデアをくださいますので、はい、そうですね、東京方面の方はあの国立の月の船さんで、小さな CD コーナー作ってますわって、あ、作っておきますね、だって、うん、ありがとうございます。あの月の船さんホーリーショップ月の船さんにも置いてます。はい、ということでよろしくお願いします。今日も一日皆さんありがとうございました。楽しい時間をまたお過ごしください。それではまた再来週お会いしましょう。またねー。ブン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 。あ、セッション。ブン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 。国立でーす。あ、そうそう、国立だよ。月の船。ブン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 。また。何これ。これは。あ、ジュンさんありがとう。あ、もう。おつもり食べるけど。タッとなった。